一番再找一票。失礼します。はい、どうぞ。失礼します。はい、どうぞ。こんにちは。失礼します。はい、どうぞ座ってください。ありがとうございます。自己紹介をお願いします。こんにちは、はじめまして。自己紹介をさせていただきます。私の名前は、セイサーリーピョと申します。今25歳です。マグイから来ました。家族は4人います。父、母と姉が1人います。私はマグイ大学を卒業しました。専門は英語です。私の日本語のレベルは4級を合格しまして、3級を続けて勉強しています。私の趣味は旅行することです。私の仕事の経験はガベドを売る店で、店員として5人間働きました。どうぞよろしくお願いします。はい、自分の長所と短所を教えてください。私の長所は自分の目的を最後まで一生懸命頑張ることです。私の短所は他人に気をつけすぎることです。どうして日本に行きたいですか？日本で働いてお金を貯金して家族に送りたいです。そして日本の社会を勉強して日本語をもっと上手になりたいから日本へ行きたいです、はい、趣味は旅行と言いましたが、もし日本に行ったら、どこへ行きたいですか？日本へ行ったら東京ディズニーシーと富士山へ行ってみたいです。私はいろいろな山と海が大好きです。はい、どうもありがとうございます。ありがとうございました。よろしくお願いいたします。失礼します。はい、どうぞどうぞ座ってください。ありがとうございます。はい、では自己紹介をお願いします。こんにちは、はじめまして。自己紹介をさせていただきます。私の名前はルイ・ルイ・ミャポーモと申します。今23歳です。独身です。モロニアに働きました。家族は6人います。両親と兄弟が4人います。日本語を勉強して1年になりました。英語を勉強しました。今アンサンを勉強しています。私の趣味は泳ぐすることです。私の人生学は何も簡単に諦めないところです。どんな仕事でも一生懸命頑張ります。どうぞよろしくお願いいたします。レイルイさんがしてる日本のこと何でもいいからどうぞ話してみてください。はい、富士山、新幹線、鎌倉、寿司、着物です。はい、じゃあ自分はもし日本に行ったら何がしたいですか？はい、富士山と鎌倉大仏像へ行ってみたいです。はい、ルイルイさんはどうして日本に行きたいですか？家族を支えたいです。それに日本の技術を学びたいですから日本へ行きたいです。自分の将来の夢は何ですか？レストランを開きたいです。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。失礼します。はい、どうぞどうぞ座ってください。ありがとうございます。では自己紹介をお願いします。はい、こんにちは、はじめまして。自己紹介をさせていただきます。私の名前は、デンザエと申します。今、26歳です。
旅行です。大阪から参りました。私の家族は5人います。両親と兄弟は3人います。兄が2人と私です。日本語を1年間くらい勉強しました。N4、N4 を勉強して終わりました。今 N3 を勉強しています。仕事の期間があります。私の趣味は花を植えることです。料理にも興味があります。以上です。どうぞよろしくお願いいたします。はい。デンザーさんの長所と短所を教えてください。はい。私の短所は安良しすぎることです。私の長所は自分の目的ためには最後まで一生懸命頑張れることです。ユナさんはどうして日本で働きたいですか？はい。お金を貯金したいので、家族を支えたいから日本を働きたいです。そして日本語も日本の子供を勉強したいからです。はい。日本語は難しいですか？はい、ちょっと難しいです。どこが難しいですか？漢字が難しいです。はい。ミャンマーに帰ったら何がしたいですか？はい。ミャンマーに帰ったら私のマシンに飲食店を開きたいです。はい、わかりました。ありがとうございます。ありがとうございました。よろしくお願いいたします。失礼します。はい、どうぞ。どうぞ座ってください。ありがとうございます。では自己紹介お願いします。はい、こんにちは。はじめまして。自己紹介をさせていただきます。私の名前はヘイドゥジョーと申します。今27歳です。宮城から来ました。家族は7人います。両親と兄弟は5人います。私は日本語を1年間ぐらい勉強しました。N4 合格しました。今 N3 を続けて勉強しています。私の趣味はサッカーをすることです。以上です。よろしくお願いいたします。では自分の長所と短所を教えてください。私の長所はよくボランティアをします。そして簡単に諦めないんです。私の短所は絵を描くのが下手です。ヘイさんはどうして日本に行きたいですか？はい、日本に行って働いて、日本人と仕事やり方を勉強したいんです。そして日本の有名なところを行きたいんです。日本の、有名な食べ物も、食べてみたいです。はい。日本に行ったらどこへ行ってみたいですか？日本に行ったら、鎌倉大仏に行ってみたいです。食べ物で何が食べてみたいですか？ラーメンが食べてみたいです。はい。どうもありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。失礼します。はい、どうぞ。ありがとうございます。はい、では自己紹介お願いします。はじめまして。私の名前はカオミャと申します。今23歳です。家族は3人います。父、母と私です。私は一人子です。日本語を勉強して1年になります。今アニメを勉強しました。私の趣味は写真を撮ることです。以上です。よろしくお願いいたします。はい、ガオさんの長所と短所を教えてください。私の長所は簡単に諦めないことです。短所は時々考えすぎることです。ガオさんはどうして日本に行きたいですか？日本で働いて貯金して家族を新しい家を買って恩返ししたいからです。はい、ミャンマーに帰ったら何をしますか？ミャンマーに帰ったら父の仕事を大きくして手伝いたいです。
はい、どうもありがとうございます。はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。